にちは。オッケー。今日はですね、撮影が先ほど終わりまして。こんにちは。まるちゃん、この時間の配信嬉しい。本当？今日早めに終わったから。あ、てかリップ塗ってない。早めに終わったから、塗ったじゃない。早めに終わったから配信した。これはオペラの新色です。今日体調悪くてバイト休んだんだけど、待ってみて。大丈夫、体調気をつけてね。休んで。こんにちは。目元ロゼちゃん。ロゼちゃんとはブラックピンク様のですか？ 本当？こんにちは。ほんまですか？服かわいい。服かわいいですよね。これ襟が特徴的で、あっち、ありがとうございます。そうだよ。そんなことはないですよ。 嬉しい。でもありがとうございます。前髪いくじね。そう、前髪切ったんですよ。切ってアイロンしました。フリフリの、もう、フリフリなのかなこれ。 フリフリか。そう、なんかギンガムチェックみたいな感じの T シャツじゃない、間違えた、服で。ハートありがとうございます。今日ね、すごい撮影久しぶりだったんですけど、なんかマナ誰か分かんなかったってみんなに言われた。 みんなに誰か分かんなかったって言われて、すごい褒めてもらえた。この髪型嬉しかった。 そう、誰か分かんなかったってすっごい本当にみんなに言われて、会う人みんなに言われて、そう、でも褒めてもらえたから嬉しい。こんにちは。この前見た夢の話、 DM したの。あ、見たよ。まあ、DM ね、見てるよ、ちゃんと。マナ 夢ね。こんにちは。3ヶ月ぐらい前までは今の横の髪ぐらい前髪だよ。そうだね、確かにこれが前髪だったから、今はこれぐらいに短くなりました。でもちょっと伸びてきたよね。もうちょっと切りたい。テレヒナがジラピケのパジャマ買ったと言ってたよ。あ、なんかストーリーで見た気がする。なんかさ、ストーリーかな、マリオのジラピケのモコモコのやつね。かわいい。ハートありがとうございます。こんにちは。なんか久しぶり、久しぶりでもないか、この時間の配信。かわいいと思う。 ありがとうございます。また前みたいに前も横も伸ばしちゃう。ちょっと今はこのままキープかな。それかもうちょっと短くする。一回夢でもマネちゃんと仲良くないとかって思うこと思われちゃった。 思うことしようよ。 邪魔なはお兄ちゃん役で。 1ヶ月前にブラックメイクの映画見て、あ、そうなんですか。まだ映画全然見てないな。最後に東京リベンジャーズ見た以来見てないかも。こんにちは。生写真がいつまでロングなのか、あ、どうでしょう。 ちなみに今さっきか、発売なんか発表かされたのはまだロングなんですよね。実は緑色の、珍しい緑色のニットを着ました。着ました。担当しました。 なんて言えばいいのかな、衣装さんがこうやってやってくれるんですけど、そう、珍しく緑色のニットでした。 そう、しかもズボンがオレン何色だったか、あれオレンジ色みたいな。後でオフショット載せますね。朝4時起きだから夜配信も嬉しいけど、この時間ない。朝4時起きだったの？そうなの？すごいな、4時起き。マナは4時寝てたな。 4時はぐっすり寝てた。こんにちは。
お昼ご飯ちょっと、お昼ご飯はあの向こうで撮影のところで食べました。そう、オムライスを食べたものはなんかいっぱいあったんだけど迷っちゃってオムライス食べた。 INI が11月3日にデビュー。あ、そうなんですか。 INI？ こんにちは。可愛さマシマシ。本当嬉しい。メールの返信で書いたけど、まーちゃんに秋服買ったこの前言った可愛いコートもあるから楽しみにしてて嬉しい。ありがとうね、楽しみにしてる。めちゃ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 ありがとう。6時だから、うわ間違えた、6時から仕事だから仕事には4時。あ、そうなん、あ、そっか、朝の6時ってことか。うわー頑張ってください。すごいな。4番プデュー2で決まったグループ、あ、プデュープロデュース48のやつもありましたよね。こんにちは。でも今はあれですよね、ガルプラ、ガルプラ合ってるガルプラ、ガールズプラネットみたいなやつですよね。まあ、歌しかわかんない。真ん中しっぽおディーニーみたいなやつ。可愛いのギフトありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張るぞー。おー今アベマでやってる。あ、アベマ見てみよう。え、誰が、でもまだあんまり見てないんですよ。見てないっていうか、あの全然見てなくてわかんないんですよね。でもパロナヤの子かわいい声とか無邪気さ。でもなんかTikTok とかで流れてきたんですよ。なんか中国の方のなんかね、その時に禁止えよって言ってたあの子も可愛いですね。お名前ちょっと分かんないんですけど、禁止えよみたいな言ってた方。あとザファーストわかるっすっけ。全然わかんない。まあ、本当テレビ見ないんですよ。全然わかんない。なんだろう。なんだろう。韓国のですか？マナちゃん無邪気です。無邪気？無邪気ですかマナ？うん。ソンヤオってマラヌンゴンが？うん？ヌンゴンガソンシャオソンシャオ。ん、俺はシンウェイとイエスと川口。あ、聞いたことある、聞いたことあるかも。ソンシャオティンっていうんですか本当に見てないからわかんない歌はねわかるよ。パロナヤ誰よりもマナちゃんが一番かわいい。嬉しい嬉しいありがとうございます。ザファースト日本、日本なの？ザファースト、なんだろう、わかんないです、ごめんなさい本当になんだろう。ザファーストマナちゃんの誕生日あと15日。え、待って、そんな15日なんですか。もう壁に張り付いちゃった、びっくりしてもうちょっとじゃん、マナ誕生日。皆さんお会いしてください。マナの誕生日15日らしい。もう21歳になります。21歳。ねねねん、なんがプロデューサーやってて、全然わかんないな、ごめんなさい。まなちゃんの誕生日バイト2つとも休みにしてもらった。そうなの、まなの誕生日に、そうなの、
お祝いしてくれるためにもしかして違かった違かったらちょっとあれだけどそうなの、あっという間でね、ほんとあっという間。20歳でやり残したことってある？20歳でやり残したことか、なんだろう、思い浮かばないななんだろうね、やり残したこと特にないかな。まあ、思い出したら言いますねちょっと今思い出せない応援するためのケーキの写真とかも楽しみ。そうなの、お祝いしてくれるためにお休み取ってくれたってこと？嬉しい、ありがとうね。誕生日インスタライブするの？ショールームです。ショールームは絶対するんだけど、インスタライブがどうかなって感じ。なんかインスタライブどう、インスタライブどう思う、みんな初の試み、インスタライブどんな感じなんだろうね。まだ見たことあるけどやったことないんですよね。何ケーキがいい？マナはいちごの生クリームが好きいちごの生クリーム合ってるが好き。こんにちは。今日はたくさんあの衣装を着ました。ちょっと今までにない衣装もあって、楽しみにしててください面白い。いや、そういえば今日聞いてください。今日ねメイクさんにあるものをいただいたんですけど、そのあるものとはじゃじゃん見てください、これ何だと思いますか。メイクさんにもらったんですけど何でしょう、何だと思いますかこれそうなんです、これマシュマロなんです。マシュマロもらって、なんかさメイクさんだからさ、まだ最初あのスポンジかと思ってこれお借りしていいですかって言ったら、それマシュマロだよってなってそうくれたマシュマロ。そう、焼いたら美味しいらしい。ちょっとその前に食べたい。トイレットペーパーじゃない、こんなちっちゃいトイレットペーパーないですよね。マシュマロめっちゃ甘い匂い。そうパフパフっていうか、マナもねそれかと思って、食べていいですか？どうやってこれ食べていいの？いただきまーすめっちゃいい、甘い匂い。うん、マシュマロや、美味しいめっちゃ重い、ボケたつもりが本当にマシュマロめちゃめちゃマシュマロ。これスポンジだったとしたらやばい、まだ食べてる今、甘いこんにちは。どんな味、どんな味、マシュマロってどんな味ですか？なんかクッションみたいな感じです。それをちょっと甘くした感じ、なんかわかんない、マシュマロってな、てかまだチョコ家にあるんですよ、なんかかけるやつ、あれつけて食べたい、絶対美味しくない？甘々だけど、それつけて食べたい。ちょっと配信終わったらゆっくり食べるそんなマシュマロある？そうこれ大きいよね、ちょっと一口食べちゃったんだけど。でもこれまだね、高校生の時に英語の先生がね、なんかどっか旅したみたいでもらったマシュマロそう、さっき周りに飴がついて長い、めっちゃ甘い。わかるかもしれない、こういうやつだよね。まだあれ食べたいんだよね、美味しいのあれって。なんか ASMR とかでよくあるやつ、合ってるかな、マナが想像してるのと合ってるかな。マシュマロは何か分かる、マシュマロってマシュマロじゃないんですか、何グミとか何ですか、そういう感じ。マシュマロ温めてチョコかけたら美味しい。そうしよう、チーンでもいいのかな、レンジでもいいのかな、レンジしか温められないかレンジで、うわそうしよう。なんかクッキーとかもやればさ、そしたらもう結構甘々すぎるか。でも1個だからマシュマロ、美味しかったカラフルなやつ。あ、そうなの、どこに売ってるんだろう、マナも食べたいんだよね ASMR メレンゲプラスシロッププラスゼリー、あ、そうなんだ。そんな大変な思いをしてこんな作られてるんですね、すごい。
レンジで大丈夫。あ、じゃあちょっと配信終わったら一人でレンジ美味しく食べよう。レンジでプラザで買った。あ、そうなんだね。プラザ、新潟プラザどこにあるかな。マシュマロをトースターで焼いても美味しいと思う。あ、そうなの。どうしよっかな、どっちにしよっかな食べたいマシュマロ。チョコシロップ、そう、チョコのやつかけるやつあるから、それかける。絶対美味しいじゃんね美味しくないわけがないんですよ。え、でも研究生公演みんなでできてた時に、なんかマシュマロが置いてあって、それをみんなでレンジでチンして温めて食べたことある気がするな、前。懐かしい。冬なんですけど、みんなでマシュマロ分け合ってお皿に、紙のお皿にやってみんなでやった気がする。もう2年前ぐらいかな、そんぐらい。マシュマロトーストに挟んで食べても美味しい。あ、そうなの。食パンってこと。食べたことないな。お話し会の最終受付の時にやっと申し込んで当たってよ。10月9日。あ、10月9日楽しみ。あ、そうだ、今もやってるかな、おしゃべり会の受付。終わっちゃったのかな、わかんないけど、ぜひ皆さん食べている写真を見せて食べて、じゃあちょっと今エアーでスクショしてください。なんかまださ、スポンジ食べてるやばいやつみたい商品紹介、商品紹介YouTuber で今日使うパフはこちらなんですけど、シャネルの057番みたいな感じ。めっちゃ甘い。でも一番は食パンにマシュマロ乗せて焼いてチョコかけるのが好き。食べたことないかもしれない。食べてみて。まあ今ないんだよね、食パン家に食パン。マシュマロをビスケットに挟んで焼いたお菓子はスモアという。え、スモア、スモアも NGT にいらっしゃるじゃないですか、ちょうどねスモアさん、ちょっとお水飲みたいな。お水飲むね。前に流行ってたよね、チョコマシュマロのトースト。そうなの？美味しそう。食べたい食べたい。ていうかもうちょっとですね、総踊り。新潟総踊り。なんか何やるか全然話聞いてないんだけど何やるんだろう。しあさってぐらい。18日、今日は16だよね。あさってか、あさってでなのに何も聞いてない何やるんだろうね。チーズフォンデュは食べたことある。あ、チーズフォンデュはね、何回もありますよ。冬に食べるかも。ハートありがとうございます。ハートハート、イエーイ。早くインスタ載せたいな、今日の写真。マナちゃんと同じタイミングで同じ長さに髪切ったのに髪伸びた。え、でもマナもね、これ今巻いてるんだよね、こうやって内巻きに。だから巻かなかったらもうちょっと長いんだよね。結構伸びたくない、マナ横から見て。もうちょっとこんぐらい切りたいな、こんぐらい。もうほんとこんぐらいだけどさ、なんか短いのってこんぐらいでも結構変わるくない？長い時のこんぐらいは全然変わんないけどさ。飲む気ようよ。 Thank you Thank you very much。 ありがとうございます。台風が近づいてきてるんで気をつけて。え、台風気をつけて台風近づいてくるんですか？そうなの。
台風あくび出てしまった。ハットありがとうございます。ベージュのカチューシャと黒のカチューシャどっちが、どうだろうね。でも髪茶色いからどっちの方が似合うんだろうわかんない、どっちが似合うかな。ハットありがとうございます。どっちが似合うと思うどっちが似合うと思う。土曜日が天候荒れるみたい。あ、そうなの。土曜日ってなんか、あ、土曜日ってさ総踊りじゃない。え、土曜日って総踊りじゃない。今日からこうしてしてるやんしてるやんとか言って、まなちゃんショートにして髪かすの楽になった。ぐーなりました。それは髪はね、だってもう15センチぐらい切ったので結構ね。ベージュは色味的に服にも合わせにくそうって思ったら黒でいい。ありがとう、嬉しい、ありがとね。今日はね、なんだっけな、これね、ワンデーじゃないんだよね。なんだっけ、もう箱捨てちゃったんだよ、なんだっけな。あーって思い出せない。なんか英語なんだよね、英語。あー思い出せない、なんだっけ。ハートありがとうございます。そういえば今もマリックは好き、好きだよー好きだよー。はい、なんかほっぺ、これからサッカーしてきます。あー、サッカーいいですね、楽しんできてください。まあ、なサッカーとか中学生以来してない、高校の時してたかな、体育で。それぐらいしてないの。あ、でも去年一昨年ぐらいになんかサッカーの生写真があったじゃないですか。その時にサッカーみんなでした、軽くですけどね。こんにちは。3年前レッスン場でお誕生日お祝いしてもらってるマーチの画像見てニヤニヤしていた。本当？3年前までお祝いしてもらったっけ。こんにちは。ビッグスワンでサッカーできる、あ、でもね、あの芝生は入ってないの。芝生は入んなくて、こっち側のなんか道みたいな、わかるかな、道みたいなところでやってた。そう、芝生は入っちゃダメってなってたから、やっぱサッカーで使うからかなのかな。そう、芝生は入ってないです。こんにちは。でもその時に初めてね、ビッグスワン行って、それ以来は行ってない、一回も。チョコケーキの時じゃ、まりちゃんベージュのズボン入った気がする。え、チョコケーキの時、チョコケーキか。髪長かった、あ、もう髪長いかずっとこんにちは。競技場の走るコースかな、あ、そうかもしれない。そこでね、50メートル走とかしてた人とかいたまだしなかったけど。こんにちは。みなちゃんとね、一緒にサッカーボールで蹴り合った覚えあるみなちゃん、こんにちは。こんにちは。髪色、もう1ヶ月ぐらい経ちますよ多分もうちょっとで。レッスン上のまるちゃん全くメイクしてないから幼くて可愛いので、あ、本当その時してないから、あ、でもレッスンの時まだ基本してないんですっぴんなんですよね。まなちゃん推しの女性と知り合いました、ドキュメッセに来るように説得してください
どういうこと、なんか事情があって来れないとかではなくですか。まな、みなちゃんと一緒にショット覚えてる。そうそう、一緒になんかツーショットとかもね、その時は発売されてたんです。そうだよ、その時はツーショットとかスリーショットとかがさ生写真になってたんですよ。今はもうソーシャルディスタンスがないといけないんで、 これぐらいだあってもこれぐらいのね距離がなきゃいけない。ハートありがとうございます。服装がおしゃれ、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと今何分経ったか誰か教えてください。お願いします。え、早くマシュマロ焼いて食べたい。あ、じゃない、温めて食べたいな。綺麗めですね、これ綺麗めなのかな。ときメッセ行きたいな、チケット買う、背中押して。え、ときメッセ来て、マナコンサート、コンサート、マナの姿見てほしいえ、もうチケット売ってるの？もう？好きです、嬉しい。関東の子で行きたいらしいで説得してください。見てくれてるのかな、待ってるよ。まだ絶対見つけてレスいっぱい送るから来て来て。59分か、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。わー、ハートたくさんありがとうございます。あ、まだ売ってないんだね。じゃあぜひあの発売開始されたら皆さん来てください。10月30日何曜日だ、土曜日、ちょっと分かんないけど、ぜひ来てください、お願いします。発売前だけど船宿は抑えた。あ、本当ですか。じゃあもうあれなんですね、当てる気満々なんですね当たります。今見に来てく、ショールーム見に来てくれてるみんなは当たります。来月新潟帰る予定だったのに帰れるか分からなくなっちゃう。そうなの、来月うちわと紫マジック普通に気づいてくれ。え、もちろん、サイリウムとかめっちゃ分かるよ、絶対に。サイリウムこそ、マナちゃんに会いたい、会いたーい、マナも会いたーい、楽しみね、楽しみ、すごい。コンサート、なんかユニットとかも多分あるじゃないですかね、何になるか楽しみだな。今までは結構なんか、なんて言うんだろう、どういうユニットだろう、マナひまわりとか、あと何やったかな、あんま覚えてないな。ハートありがとうございます。ひまわりとかそういう感じなんですけどね、どういうユニットを出しようか。大きい会場だね、ときメッセのコンサート会場行ったことないからどんな感じか分かんないですよね。あんま行ったことないですよね。楽しみ、リハーサルとかも楽しみ、めちゃめちゃ。でもそれと同時にさ、その日はゆかさんの卒業公演コンサートじゃないですか。悲しい、なんか楽しみだけど悲しさもありなんか複雑な気持ちでもあるけどねえ。衣装も楽しみだね、こそ。確かに衣装ね、やっぱアイドルは衣装が可愛いですから。広い、あ、広いですね、多分広くてびっくりするよ。おい、楽しみ、なんか楽しみになってきた、だんだん、どんどんか、どんどん。ゲメス楽しまー、おー、楽しみましょう皆さん。ぜひ会場に来られる方はお越しください、ぜひ。なんか日本語やばいな、本当にごちゃごちゃになっちゃった。ときメッセも行きたいけど劇場でマナちゃんを拝みたい。あ、劇場、え、でも今月のさ公演ってもうあれ出たのかな、と当たりみたいな、外れみたいな、わかんない出たのかな。北原さんの卒業コンサート、あ、そうなんですね。コンサートってどんな服で行くのが正解、どうなんだろうね。
どうなんだろう、なんかグッズとかで T シャツとかなかったでしたっけ、それとか。ときめせシックス、うん、コンサートだったときめせ、うん、ときめせの握手会にはいけない。ときめせの握手、あ、まだときめせで握手会したことあるっけ。やっと来れた、やっほー。もし NGT のコンサートだったら行きたいって思ってたの。あ、じゃあこれはもうねえ当ててもらってものをたくさん見てください。たくさんたくさん。モノヒナのあと、あ、そうなの？じゃあ次ぜひモノの公演来てください。ハートありがとうございます。音漏れがすごいらしい。え、そうなの？音漏れ？わあ楽しそう。マナも音漏れ聞きたいな。音漏れ聞きたい。え、いいね、音漏れ。みんなその音で一緒に踊ってくださいこんにちは。マナちゃん、あ、ストーンズっていうの。そうなんですか。難しい。マナ英語、あの、やばい、グローバル部失格かもしれない。グローバル部失格だ。倍率がどれくらいか。倍率ね、でもなんかさ、多分さ、席、座る席とかも多分一息ずつ開けることになるじゃないですか。多分ぎっしりは絶対ないから一つずつみたいな感じだと思うから、どうなんだろうね。でもゆかさんの卒業コンサートもあるし、単独コンサートもあるしね、どうなんだろうね。でも本当にみんなに当たってほしい。ときめせ音漏れすごいです。え、そうなの？いいな、マナも音漏れで遊びたい。遊びたいマナ、マナが出てない時音漏れ聞きたい。マナちゃん出演者でしょ確かに席によっては双眼鏡必要だから。双眼鏡、双眼鏡、双眼鏡、これか。え、でもなんか劇場とかでも持ってきてくれてる方とかがいて見えてるのかな。どれもありがとうございます。定員は絶対少なくしてあるよね。マジで当てたいね。え、当ててください。もうみんな当ててください。単独コンサートのグッズ、まなちゃんのだけ申し込んだ。嬉しい、ありがとうございます。だるまもありがとうございます。5月にときめすいた時は隣と一席ずつ空いてた。あ、ということは絶対一席ずつ空きますね。ということは、こんにちは。10月1日2日に、マナの誕生日です、その日はその日誕生日だ。音漏れ聞くためにその辺マスクしてる、つこだえー、そうなんですか。音漏れ、音漏れで楽しむ感じですかもう会場の中で楽しんでください、そこまでするならば。可愛いのギフトありがとうございます。5000人くらいしか入れないのか。5000人、どうなんだろうね、わかんないな。こんにちは。そうだ、5000人ってどうだろうね。一人で大きい会場初めてだから緊張しそう。一人でコンサートね、でも楽しそう、気にせずに。でもコールとかできないからね、今こうペンライトとかこうやって、あとこうやって拍手とか、ぜひやってください声がね、今コールできないから。マナちゃんならもしかしたら可愛い、うん、ほんと？
バレないかな。でも今の状況だからお弔い聞くのも厳しい雰囲気は少しあるかも。そうなんですね、らしいですよ。だからぜひ会場の中に入ってきてください。レースの襟かわいいね。ありがとうございます。亀戸席あるかな。何ですか亀戸席って。何ですか。まなちゃんかわいい、ありがとうございます。まなちゃんうちわが火を吹くぜ。どういうこと、まなのうちわが火を吹くの。そうなの。イエーイ。17時、今何分ぐらい、10分ぐらい、12分ぐらい。照明とかもすごそうで、照明に当たるまなちゃんみたい。見に来てください、ぜひ。あ、9分だって。10分で惜しかったな。カメラ小僧の席。カメラ小僧、あ、こういうことか。ステージとかさ、写真撮る方ってこと。そういう席があるんですか。時間教えてくれてありがとうございます。じゃあ10分ぐらいになったら男女やめますね。あと30秒だけど。配信で見るまなちゃんもいいんだけど、実際見るともっと可愛いから、ぜひ生で見てほしい。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ来てください。ラララララ。なんか風すごくない？お、ちょうど変わりました。じゃあ早速読みたいと思います。いいですかね。でも15分ぐらいにしよっかな、やっぱり。15分に読みます。かわいいよ、ありがとね。私はそんな感じに褒めたことない。そうなんですか、お疲れ様です。やっほー、お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。そっと目を閉じて Be quietのその入り口が見えるでしょう。パーティー、すべてを忘れてパーティー、体動かしちゃえパーティー、さあ楽しみましょうパーティー、夜はこれからだよ。パーティー公演したいな。まーちゃんのおしゃべり会もしたからね、楽しみ。あ、嬉しい、たくさん話していけるの嬉しい。やっぱ30分までに時間、そう30分までなんだけど、15分ぐらいに男女を呼んでスクショして30分に終わる予定。こんにちは、頑張ってください、ありがとうございます。パーティーショーのまーちゃんよかったな。うわー嬉しい。でもパーティー公演のさ、パーティーショー可愛いですよね、あれめちゃめちゃ好き、かわいい。パーティー公演楽しかったね、懐かしいね、懐かしいよね、ほんと16人ぐらいでできた昔、今少人数の公演だからね。かわいいのギフトありがとうございます。そっと目を閉じて Be quiet、 夢のその入り口が見えるでしょう。パーティー、トープ点々か丸か分かんない。
尊いのギフトありがとうございます。ちょっと目を閉じて、今度カラオケ配信したし、カラオケ配信ね今度したい。でもこの前かかとを鳴らせさ、めっちゃ歌ったかかとを鳴らせ、今ここでかかとを鳴らせ、うちわ買ったよ、わっ嬉しい。うちわで、うちわとかってさまだ購入できるのかな。ぜひマナのうちわゲットしてくださーいマナにゲットしたよって見せてください。そしてパーティーでしてみたかったユニットはキスダメかな。キスダメしてみたかったかも。歌唱力楽しみです。上目指していこう。あー歌唱力ね頑張ります。こんにちは。うちわとかは明日の13時までだったかと。うわっですって皆さん、明日の13時までらしいので、ぜひマナのうちわゲットしてください、この機会にねえ、この時しか発売されないうちわだと思うので、ぜひ記念にお願いします。キスダメ絶対セクシーで似合うよ。ほんとキスはダメよってなんだっけ、先を急がないでそのドドドドドドン、あ伸ばしてるその手引っ込めなさい、それはダメよ。忘れちゃった。絶対買います。嬉しい。歌唱力頑張って、歌唱力ね頑張ります。そうチケットホルダーもあるんですよね、うちわとチケットホルダー、ぜひゲットしてください。そしてあのおしゃべり会もぜひお越しください。そしてインスタグラムとツイッターフォローしてください。今日久しぶりに載せようかな、インスタ、なんかインスタ載せる写真がなくて困っちゃう。なんかどういうさ投稿見たいとかありますか。なんかどういうのが嬉しいのかなって思って、チラチラ見されたんご、お腹すいた。お腹すいた、お腹がすいちゃった、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。カフェ行ったよみたいなの見たい。あーカフェね、カフェ行かなきゃ。そしたらそしたらばカフェ行かなくては。マナチンの抜群なスタイルがよく見える写真が見たいです。おお、そういうことね。なるほどなるほど。個別生写真、いろんなマナちゃんの表情が見たい。いろんなマナちゃんの表情か、例えばどんな感じのだろう胃袋の中お揃い界隈では、そうだ、バチバチにメイクしたのみたい。あーバチバチつけまつげとかってこと。前に乗せてた白のワンピース着て遊んでいたのもよかった。なんだろう、どれだろう。そういうことですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。ごめんなさい、それはダメよ。タタ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 タ、ギャルメイクマラちゃん見たいな。おお、ギャルメイクですね。子供っぽい表情、大人っぽい表情、その他もろもろ。なるほどなるほど。つけまつげとかじゃなくてライブの時しかしないようなメイク。ああ、公演の時にするメイクとかってこと。韓国風メイク、なるほどですね。そういう感じの投稿できたらいいですね。例えばぶりっ子の感じ、こういうことでもインスタに載せ、じゃあツイッターにそれは載せますね。ぶりっ子系は
ツイッター、ツイッター、ひなちゃんからビック借りて全然違う。ビック。でもなんかさ、なんか銀色の髪の毛のウィッグ持ってません？日野って宇宙人になれるみたいな感じの。多分宇宙人になりたくて買ったわけじゃないと思うんですけど、宇宙人みたいな感じのさありますよね。この間の山田の絵さんのメイク、鬼？鬼のやつですか？まだ持ってないな、材料。鬼になれるための材料みたいな持ってないな。カラコンとかじゃない。でもひなさ、すごいなんか青色みたいな、発色のいい青色みたいなカラコンしてたな。あれ借りよ、借りよっていうかもらおうかな。貸してもらおうかな。可愛いのゲット、ありがとうございます。赤鬼。マナのメイク赤鬼にハマってるんですよね。あ、青鬼だ、青鬼。マナのメイク青鬼ばっか見てるんです。青鬼、青鬼になったら好かれるかな。まあ今も別に好かれてないわけじゃないんですけど。もっと可愛いのゲットありがとうございます。ただいま17時19分。あ、ありがとうございます。じゃあ20分になったらあの壇上やめますね、ので教えてください。青鬼期待、期待しないでください。まだやるって言ってないですから。まだやるって言ってないですから。青色のなんか持ってないのもの、なんかあれって絵の具でやるんですか？どうやってやってるの？あ、20分になりました。じゃあやめたいと思います。いきますね。13位、ガッティさん、ありがとうございます。12位、ペンギンサンタさん、ありがとうございます。11位、竹蔵さん、ありがとうございます。10位、アイスティーさん、ありがとうございます。9位、ギリタンシオさん、ありがとうございます。8位、ヒンジさん。おお、変わりました。じゃもう一度いきますね、気を取り直して。はい、13位、竹蔵さん、ありがとうございます。12位、ギリタンシオさん、ありがとうございます。11位、ヒンジさん、ありがとうございます。10位、みなみさん、ありがとうございます。9位、るりちゃんさん、ありがとうございます。8位、かんさん、ありがとうございます。7位、たろさん、ありがとうございます。6位、アイスティーさん、ありがとうございます。5位、コジラさん、ありがとうございます。4位、ニシプーさん、ニシプーさん。ありがとうございます。なまっちゃったかも。はい、ということで第3位はチャカ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 チャン、サバサンドさんです。イエーイ、ありがとうございます。はい、続いて第2位はタカ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 タダンタタン、ヒデさんです。わーい、ありがとうございます。はい、ということで本日の配信の第1位はチャカ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 チャン、ケンさん最終防衛システムさんです。わー、すごい、皆さんありがとうございました。はい、ということでね、今日の配信もありがとうございました。じゃあスクショタイムをして今日はバイバイしたいと思います。スクショタイム、カシャ、カシャ。
たねー、またねはい、ということでみんな今日も配信見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ、またねー、バイバーイ。